やっぱりその衝撃的だったのは、ユーコスモスできた2人の外国人選手ですね。船木正勝です。今回も質問フォームになります。いつも動画を楽しく拝見しています。私は船木さんに蹴り技についてお聞きしたいです。以前の動画で UWF の中野選手の打撃に対応するために猪木さんの紹介で知った道場で骨法を学んだことはお聞きしました。しかしながらキャリアを重ねるごとに、船木さんの蹴り技が多彩になっていった経緯が分かりません。船木さんが蹴り技に対してこだわっていこうと思った理由を知りたいです。また船木さんから見ても一見に値する蹴り技を持つ方がいればお聞きしたいです。ぜひよろしくお願いいたします。ちなみに私はアンディ・フグ選手のかかと落とし、ミルコ・クロコップ選手のハイキック、船木正勝選手の浴びせ蹴りが好きですというお便りになっています。そうですね、蹴り技がですね、自分の蹴りが多彩にこうなっていったかどうかっていうのは全くその分からないんですけども、蹴り、キックですね、キック、生まれて初めて、何回も言ってるんですけど、生まれて初めて 見た蹴りですね。これはやっぱり、ブルース・リーです。ブルース・リー、モヤドラゴン、人の頭を足で蹴るというその行為ですね。それをもう初めて知ったというか、それすごいなと。足っていうのはやっぱり強い、その脚力ですね。その強い脚力で顔を蹴ったらパンチの何倍ものその威力になるんじゃないか、そういう、イメージなんですけども、子供の頃はですね、まず足が上がらないのでそれができません。なのでそのどれだけそのハイキックのですね、破壊力があるかっていうのは分からないんですけども、とにかくそのブルース・リーさんは本当に足がですね、こうピシッとこう上がるんですね。まっすぐ伸びて、それすごく憧れましたけども、あんなに足はやっぱり上がらなかったですね。かといってそのローキックを蹴るわけでもないし、そのローキックってすごく昔は地味に思いましたので、やっぱりハイキックですね。ハイキックにはやっぱり憧れましたね。で、ブルース・リーで初めてその蹴りというものを知って、でその次にですね、マーシャルアーツという言葉が入ってきました。その頃になるともうブルース・リーファンなので、ブルース・リーに関するその読み物とかをこう探すわけです。そうするとその中に、あれは何ですかね、少年なんとか漫画かなんか雑誌ですか、雑誌の中にマーシャルアーツ通信講座というその広告がですね、こうちょっとこう小さく出てて、でブルース・リーがやっていたっていうふうに書いてるんです。確かに全ての武術ですね、格闘技をこう総合してマーシャルアーツってそのブルース・リー言ってますので、確かにマーシャルアーツをやっていたことは事実なんですけども、そのマーシャルアーツというその、武道なんですかね、多分キックボクシング系だと思うんですけども、マーシャルアーツでブルース・リーの写真を使って、ブルース・リーもやっていたマーシャルアーツっていう感じで、その客引きみたいな感じですね、出てた広告を見て、それでマーシャルアーツっていうのは、その時は信じてますから、マーシャルアーツって何なんだろう、これをやればブルース・リーみたいになるのかなと思って、そのマーシャルアーツ、響きもかっこいいので、それがこう入ってきました。マーシャルアーツ、ブルース・リーがやっていた、武術マーシャルアーツで、そのマーシャルアーツの流れでですね、知ったのが
ベニー・ユキーデさんですね。キックボクシング、プロ空手ですか。ブルース・リーの後にその見たキックなんですけども、まあ、リングの中で、しかもその実戦でですね、こう戦っている、まあ、グローブつけてるんですけども、なんとなくですけども、その、ブルース・リーとなんかこう動きがですね、こうダブりましたね。で、蹴りも、足も高く上がりますので、それでその、ベニー・ユキーデのマーシャルアーツという、その、まあ、格好もですね、こう、パンタロンですか、こう、道着みたいなの入って、それで、やってましたので、なんかそのブルース・リーの、やっていたマーシャルアーツ、まあ、そこでなんか、あ、本当にこれやっていたんだなっていうふうにこう、思った記憶があります。そしてその次ですね、その次に自分の頭に飛び込んできたキックがですね、テレビです、テレビで見た日本のキックボクシング中継ですね。たまに毎週ではね、たまにですね、その青森でやってたんですけども、それを見て、まあ、自分がその、まあ、注目というかかっこいいなと思ったのは、あ、そのキックボクシングになるとですね、まず格好がその、まあ、ブルース・リーとか、ベニー・ユキーデさんとは違う格好で、こうトランクス型ですねの、コスチューム、まあ、いわゆるそのトランクスですね、まあ、その時はもう短パンを履いてその蹴り合いをしているそういうイメージに見えてしまったので、あんまりその興味は湧かなかったんですけども、まあ、その中で自分がそのパッとこう残ってるのはですね、沢村忠さんじゃないです、なかったです。もう沢村忠さんの時代がちょっとこう終わってたんですかね。自分が見たのはですね、西条正蔵さんというキックボクサーで、とにかくかっこいいなと思って、まあ、いろいろなその選手いる中でもかっこいいなと思って見てました。なんですけども、今回このキックで調べたところですね、自分がそのキックボクシングの中継を見ていた時はすでにその1974年にその西条正蔵さん引退していますので、もしかしたら過去のその西条正蔵さんの試合の特集だったかもしれません。それで、キックボクサーだったら西条正蔵さんがかっこいいなっていうふうにこう思い出すんですね。まあ当時の話なんですけども。まあそして、その後ですね、ようやくというかですね、初代タイガーマスクがその新日本プロレスデビューして、まあそれを見て、で、タイガーマスクもですね、やっぱこう蹴りを使いますんで、まあそれで、やっぱり蹴りっていいなっていうふうに思いました。新日本プロレスに登場したタイガーマスクがですね、まあ、初代タイガーマスクはその蹴りを使う。まあ、明らかにそのブルース・リーとかですね、ベニー・ユキーデさんと同じようなその蹴りを使ってました。そしてその次に注目したのが前田さんですね。前田さん、海外から帰ってきて、その、フライングニールキックですね、回転胴回し、まあ、ロープに飛ばしてなんですけども、そしてその次がですね、高田さんですね。高田さんも、当時は前田さんの先生からその空手ですねから最初キックを習って、そしてそのキックを使うということで、自分のものにするために巡業中にですね、サンドバッグ、中ぐらいの大きさのサンドバッグを巡業に持って行って、それで巡業の体育館に吊るして、でキックの練習をしていた、まあ、そんな記事を見まして、やっぱりみんな蹴りを始めるんだなっていうふうにですね、まあ、自分もそのファンの時に思って、で、まあ、自分も入門したわけです。そしてまあ入門したらやっぱりその高田さんが持ってるんですよ、サンドバッグをですね。で、まあ、雑誌の中ではすごくこう何か高田さんがこう運んでるっていうふうにこう映ってたんですけども、実は、リング屋さんがですね、運んでたっていう、リングと一緒にこう運んでって、まあ、練習道具と一緒にこう置いてあるんですけども、毎日体育館に着くと高田さんが吊るせる場所を探して、それでこう吊るして、それでこうキックをするんですけども、途中からですね、破壊を橋本真也選手も一緒にこうやってましたね。まあ、羨ましいなって、自分もやりたいなと思ったんですけども、
っぱり高田さんに誘われないとですね、それできませんので、なんか羨ましいなと思って、まあ、そんな感じで、その自分もそのプロレスに入門したわけなんですけども、やっぱりそのタイガーマスク、まあ、ブルース・リーから始まって、まあ、タイガーマスクまでですね、行き着いたその蹴りキックで、今でもその新日本プロレス、その当時ですね、新日本プロレスでもその蹴りを使うっていうのがだんだんこう流行ってきた時期だったと思います。そこで、まあ、自分もやりたいなっていうふうに、こうすぐにでもこうやりたいなと思ってたんですけども、憧れてたんですけども、やっぱりその練習生なので、そのキックなんていうのまだまだこう先の先というかですね、まあ、ただとにかく憧れていましたので、将来そのプロレスやるようになったらキックを使う選手になりたいなとはその頃から思ってましたので、もう憧れていましたので、なんかそのなんかをきっかけ、いつかはそのやりたいなというふうにこうきっかけを待っていました。そして、2年後ぐらいですかね、17歳になって UWF が帰ってきました。で、まあ藤原さん、前田さん、高田さん、山崎さん、木戸さんで、まあキックを使う人たちもですね、まあ、たくさんいましたし、まあ、それで、まあ、自分はですね UWF の若手たちとその対戦するわけなんですけども、これ前にも言ったんですけども、やっぱりその新日本プロレスでは組技、締め技しかその練習しませんので、打撃は全くしませんでしたので、やっぱり苦戦しますね。なんかこうやられてばっかりいるんで、こうなんとかしてこうやり返したいなと、まあ、ストンピングとか、まあ、プロレス流のその蹴りですね、前蹴りですか、あれはやるんですけども、なかなかそのこうダメージを与えられないというか、やっぱ大振りですからね、大振りなので、そのそれをこう早く、プロレスの蹴りを早くこう連打するっていうわけにもいかなかったので、まあそれなりに頑張ってはいたんですけど、やっぱりちょっとこう、やっぱり本当の蹴りですね、いわゆるその格闘技の蹴りが欲しいなとこう思ってましたんで、まあ、そうこうしているうちにですね、首を痛めまして、まあ、藤原さんにこう投げられて、で首を痛めたんですけども、練習ですね。でちょうどその時猪木さんがですね控室にいまして、俺が知っているいい治療院があると、そして、教えてもらった、紹介してもらったのが骨法、骨法整体ですね、首を治してもらった。でちょうどその骨法整体、首を治してもらって首が良くなってきたところで、武道も教えてるということで、まあ、見学をしたら蹴りを使ってましたので、すぐにはこれは蹴りだなと、これ使えるなというふうに思ったので、どうですかやってみますかって言うと、はい、もうすぐですね、まあ、ここで覚え、もうこう目の前に蹴りがあるのに、まあ、覚えないともったいないなと思いまして、すぐにですね飛びつきました。教えてください、やりますということですね、まあ、ようやくその、まあ、2年越しというか、まあ、2年越しでようやくその自分もですね、そのキックをですね、この練習するできることになったわけです。ようやくですね、その骨法道場で蹴りを習えることになったんですけども、やっぱりその最初はですね本当にうまく蹴れません。足をですね手のようにこう扱うためにはですね、とにかく蹴り込まなければいけないです。実戦でこう動いて使わないと、身につきませんので、とにかく何時間も蹴り込みました。本当にシャドウからですね、あとはミッド打ちでこう相対しての蹴りとかですね、本当に何時間もやりましたので、まあ、自分のその一番最初の蹴りの基礎はですね、やっぱり骨法道場で、その何時間もですね、月曜日、日曜日も行きました。もうずっと、まあ、ライガーさんとですね、通って何時間もその同じ動きをですね、こう繰り返したという形ですね。キャリアを重ねるごとに蹴り技が多彩になったということなんですけども、これどうなんですか、まあ、あんまりそのちょっとこうピン、自分自身はピンとこないんですけども、 UWF の頃は、道場練習ですね、道場練習だけになってしまいましたので、
蹴りがですね一番雑だったような気がします。多分 見ればそんな感じだと思う。本当にあの蹴りはですね、まあ、道場でちょこちょこっとぐらいしかこうやらなくなってしまう、まあ、もう手の方に走ってしまいましたので、そして藤原組 にですねこう入ってで、そこで、キックボクシングですねの玉城義満会長の、北西ジムですね、ここであの藤原さんに紹介してもらって練習するようになって、タイのムエタイのですねキックボクサーたちと一緒にその練習するんです。その時にですね、そのタイ人のキックボクサーのですね、すねの硬さ、もうあの小さい頃からですね、あの素足でバン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 こう当て合ってるんで、まあ、何回も壊して骨がですね、どんどんこうすねの骨が硬くなっていくんですね。なのでもうすね自体、足自体がもうあの武器みたいな感じですね。でまあ、それが絶対自分も必要だなと思いました。まあ、あのレガースつけるんですけども、その中にそういうすねを持っていれば、絶対にこれ有利だなと思ってですね、まあ、その時も藤原さんも一緒にこうみんなでやってたんですけども、ビール瓶でこう叩くと、すねを、あとは家に帰ったら砂袋ですね、昔買って砂袋を何回もこう蹴ると、そうやってその常に刺激を与えて、でまあスパーリングでもですね、どんどんその当てることによって何回かこう壊すんですけども、壊すたびにすねの骨がですね、徐々にこうポコポコポコっとこう盛り上がってきて、武器になってきますので、もう本当にあのすごくあの22歳ですかね、まあ、パンクラス、藤原組からパンクラスに行くまでが一番そのすねを固くですね鍛えられたなと思います。そして、藤原組の後ですね、パンクラスになります。でパンクラスになった時にですね、出会ったのが新作さん、あのもともとはシーザーたけしさんのシュートボクシングの、コーチですか、あのムエタイなんですけども、新作さん、UWF の選手たちも習ってました。安城さんも習ってました。新作さんのジムに行って、トレーニング、新作ビクトリージムって言うんですけども、そこであのトレーニングをですね、まあ、あのしてました。高速道路の下ですねに小さなその公園みたいなこう場所があって、でそこにみんなこう集まってですね、ライトをつけて夜ですね、それであのトレーニングをするんですけども、まあとにかくシャドウですね、シャドウをひたすらやりました。1時間ぐらいやったんじゃないですかね。そんでその後にこうみんなでマススパーリングですか、こうやって、でまあ最後に1ラウンドだけその新作さんがですねこうミットを持ってくれるんですけども、まあそこでもだいぶ蹴りの形がですね、バランス、シャドウをたくさんやることによってバランスがすごくこう取れるようになったと思います。すねも硬くなり、でバランスも取れるようになってきて、そんな感じですかね。で、その後はキックのジムは行ってないんですけども、一度その自分が2000年に引退をしまして、で引退をした、2007年ですね、カムバックした時に、再びですね、出会ったのがその新作ビクトリージムで一緒にトレーニングをしていた前田健作さんですね。前田健作さんがもう辞められて、その今度は前田健作さんがジムをですねその開設で、名前がドラゴン道場、ブルース・リーから来てます、ドラゴン道場で、中もですね黄色に黒、死亡遊戯のトラックスーツの色のジムですね、中が、そこでとにかく復帰ですからね、まあ、7年のブランクありますんで、体力をこうつけるためにですね、本当にくったくたになるまで、まあ、最初のシャドウやって、で前田さんのミットをですね2ラウンドやってもらう、そこでも結構もうくたくたになってるんですけども、その後にスパーリングですね、これもガチスパーって言うんですけども、もう防具をつけて本気で殴り合うんですけども、それをやって、でその後にでもくったくたになった後にサンドバッグを蹴り、
そしてその相手が持っているミット蹴りですね、そこでやっとなんかそのクタクタになった後にの体からその出る威力がある、その体でさえその体で威力が出せる蹴りっていうのをですね、ようやく見つけることがですね、できたと思います。何年かかったか、やっとですね、そういう練習も疲れ切ったところからの、そのサンドバッグとかミットでいかにその強く相手にダメージを与えるかの蹴りがですね、ようやくですね、もう本当に40前半ですか、でやっとなんかその出会えたような気がします。やっとですね、やっと。なので蹴りに関して言えば、まあ、本当に10代、まあ、コップをやってた時よりも20代 の、 その UWF とかパンクラスの時以上に、その今の方がですね、いい蹴りをしてる自信があります。まあ、自分から見てですね、まあ、蹴り、まあ、すごいその蹴りの持ち主、まあまあ、いろいろいると思うんですけども、気になったその蹴りですね、やっぱりその新日本プロレスで入門した時に、その高田さんが蹴りをですね、その練習をしてるって、そこがなんかすごくこう印象に残ってますね。のでこう若手からその新人になって、そこからその蹴りをこう練習する場合もですね、そういうケースもあるんだと。それでもともとその空手とかキックとかやってないのに、そうやって徐々にその練習をして身につけるっていうケースもあるんだっていうことも教えてもらいましたし、あとは、その2年後ですね、その UWF からその新日本に帰ってきた時の高田さんはやっぱりその変身して、すごいそのマシンガンみたいにですね、バカバカその蹴って、やっぱその腰中戦、あとは後にそのインターになってからのバービック戦ですね、ローキック、それから北尾浩二戦ですね、ハイキックノックアウトのなんかはすごくこう印象に残ってますね。まあ、自分と戦ってる時は高田さんほとんどハイキック蹴ってないので、ローキック、ほとんどローキックぐらいですかね。まあ、膝まずいた時にその顔面を蹴られたっていうのはあるんですけども、あんまりそのハイキックは蹴られた記憶はないですけどね。まあ、とにかくその高田さんの蹴りっていうのは、すごく気になりましたので、高田さんですね。そして、まあ、その後高田さんがインターに行かれて、でインターでその新しくタイのですね、ムエタイのコーチをですね、こう呼んで、名前がですね、ボーイ・チョー・ワイ君、すごく難しい名前なんですけども、ボーイ・チョー・ワイ君さんというコーチですね。このコーチからそのおそらく練習を受けた田村清選手、そして金原選手、そして桜庭選手ですね、この辺の蹴りはですね、キックというよりもはムエタイに近いんじゃないかなと思って、それもちょっとこう気になってました。それからですね、やっぱりその衝撃的だったのは、ユーコスモスできた2人の外国人選手ですね、モーリス・スミス選手、マーシャルアーツプロ空手ですか、それからムエタイチャンプはゲッソン・リット選手ですね。まあ、この2人の蹴りですね、なんか本当に、まあ、それまでは UWF の方の先輩たちの蹴りだけだったんですけども、初めてその外のですね、なんか 外物のこう蹴りというか、その格闘技という世界からのそのキックっていうのを意識したのがその2人ですね。モリス・スミス選手とチャンプはゲッソン・リット選手。チャンプは選手のサウスポーからの左ですね。左、ほとんどその左の蹴りしか使わないっていうのがもうすごくて、まあ、真似をしたいなと思うんですけども、なかなかこうできずですね。まあ、あれはあれで、チャンプは選手のものだなと思うんですけど。そしてモリス・スミス選手ですね。試合もしました。で、やっぱり何よりも、あんまりその蹴りという試合するとですね、あんまりその蹴りというよりもはパンチの方がですね、こう印象に、ただ
こちらも蹴りを使ったんですが、こちらの蹴りはもうほとんどカットされるって、やっぱりキックボクサーすごいなというふうに思いましたね。ので、まあ、あの蹴りというよりもはパンチの方がすごくあの食らった記憶がありますね。そして、その後ですね、まあ、あのキックボクシングつながりで、注目したのはロブ・カーマン選手ですね。この選手も本当にまあ、オランダの選手なんです。オランダ勢みんな蹴りすごいなと思います。 なんですけど、その走りというか、一番最初にそのオランダでそのキックですね、そのこう世に出したというか、日本に来てロブ・カーマン選手、たまにそのオーソドックスとサウスポーを使い分けるのもすごいなと思います。そしてその同じくオランダなんですけども、そのモーリス・スミス選手を倒した、 K1 で倒したアーネスト・ホースト選手ですね。あの体がもう蹴りの体ですね、もう足長くてすごいなと思います、アーネスト・ホースト選手。そして最後に K1 マックス・カラーですね、これはムエタイ・ブアカオ選手ですね。彼も前蹴り、初めて前蹴りってすごいな、前蹴り正人選手とやった時にこう前蹴りでですね、正人選手がこう中に入ってこれない、こんなに前蹴りってすごい技なんだなっていうふうにこう気づかせてもらう。でまあもちろんその、普通のミドルキックとかハイとかもうすごいんですけども、前蹴りですね、だから足技、まあ、チャンパー選手以来ですね、なんかその対ムエタイのすごいその選手だな、バカオ選手ですね、パンチも強いですけども、まあ、何人かっていうあげると、やっぱり自分の人生の中でこう引っかかっているのがもうその人たちの蹴りですね、まあ、今回のこの蹴りですね、キックなんですけども、一般的にですね、一般的に、まあ、なんとなくなんですけども、ボクシングに比べるとちょっとこう印象が薄いようなですね、そんな気がします。チャンピオン、今のキックのチャンピオン誰とこう聞かれてもパッとこう出てこないというかですね、まあ、まあ仕方がないんですけども、まあ、日本の中ですとやっぱりその K1 の力が大きかったんじゃないかなと思いますね。まあ、正人選手ぐらいのあたりからですね、急にこうキックがこう浸透していったというか、で今で言えばその天心選手ですね、なんかもやっぱりそのこう浸透、こう一般的にこう浸透してますので、やっぱテレビ、の力は大きいんじゃないかなというふうに思いますね。蹴り、キックですね、ほぼというか東洋のものだったんじゃないかなというふうにこう自分は思ったんですけども、やっぱ中国でやれば拳法ですか、拳法ですね、で韓国でテコンドー、まあ、日本で言えば空手で、タイはムエタイ、まあ、全部東洋なんですけども、西洋だとやっぱりそのボクシングですね。でまあフランス、ヨーロッパフランスに行くとサバットという競技がありまして、これ結構足を使ってですね、まあ、もちろん殴りもあるんですけど、まあ、キックボクシングなんですけども、18世紀まで遡り、その頃の不良たちがですね、喧嘩で、使っていたと、まあ、足技らしいんですけど、1800年代にようやくそのボクシングの技術を取り入れてルールを作って、で競技にこう進化したらしいです。あとはそのムエタイなんですけど、ムエタイもですね、元をたどるとインドの方からですね、こう来たという話もあるみたいです。インドから。そして空手ですね。空手は日本からというふうにこう、思ってたんですけども、琉球王国時代の武術、もしかしたら中国のカンフーがこう流れてこう変化したような気もします。まあキックなんですけども、足を使う、で足で、まあ、足も蹴るし、足で胴も蹴るし、足で顔も蹴る。その中でやっぱり足で顔を蹴るという行為がですね、なんとなくですけども、あまり良くない。まあ、地面こう歩いてる地面を顔にくっつけるみたいな、そんななんかその
逆に言えば頭が地面にくっついてるっていう感じですか。そんなイメージですね。その下から顔にこう当てるっていう、その足を顔に当てる。まあちょっとこうイメージこう伝わりにくいと思うんですけども、なんかその足で顔っていうのがちょっとこう汚いっていうイメージになってるんじゃないかなっていうふうな、そんな感じですね。まあ殴りはその殴りも良くないですけども、顔を殴るのは良くないです。だけどもその地面から足よりも遠いですから、のでこう顔だったら手だったらまだっていうんですかね、そういうなんとなくですけども、そのキックに対するその一般的イメージがですね、あんまりこうそのよく思われてない。で、まあ、総合でもこう四つん這いの状態をこう足で顔を蹴るとかですね、それもやっぱりそのイメージが悪いというか、あんまりその、よくない、そんなイメージもありますね。まあ、ただ、自分自身はですね、やっぱりその戦いになったら使える武器はもう本当に手も足も全部ですね、使える部分は全部使うべきというふうに思っていますので、自分は一般を取り除いて、その、自分自身はですね、蹴り肯定派です。このキックで気になることがですね、一つあるんですけども、キックボクシングの那須川天心選手がですね、来年からボクシングに転向するというお話があります。一番のですね、那須川天心選手の武器である蹴りがですね、使えなくなります。もう二度と使わないですかね。で、頼れる武器はですね、今度はそのパンチのみになりますので、天心選手からしてみたら、今までと比べるとかなりそのハンデになるような気がしますね。のでこれから先はその避ける技術とですね、あとはその反射神経と打たれた場合のその打たれ強さですねが重要になってくると思います。興味がすごく湧いています。最後にですね、アンディ・フグ選手のかかと落とし、そしてミルコ・クロコップ選手のハイキック、そして自分のその浴びせ蹴りが好きだということなんですけども、浴びせ蹴りのですね、初めは新日本プロレスで覚えたそのコッポーのですね、浴びせ蹴り、年代によって実は形がですね、徐々に変わってきてます。最初の新日本で使った浴びせ蹴りは、ほぼですね、コッポーで習った浴びせ蹴りそのままやってるんですけども、自分がその後海外に行きました。ヨーロッパ行った時は実はその浴びせ蹴りはですね、使っていません。なぜかと言いますと、顔面にですね、当たってかかとが当たってしまって、それでもう怪我をさせてしまった場合に、もうおそらくもう自分そこで使ってもらえなくなってしまいますので、もう本当に安全のためにですね、その浴びせ蹴りは使わないで、それで代わりに使ったのが、ニールキックですね。自分の場合は前田さんの形とは違って高田さんの形と似てるというかですね、ニールキックを使わせて、浴びせ蹴りの代わりに使わせてもらいました。そして UWF に帰ってきてから前半はですね、浴びせ蹴り使ってました。安城さんともにも使いましたし、高田さんにも使いましたね。ちょっとこう形は変わってたと思うんですけども、なんですけども後半はですね、格闘技の方向にこう行こうとしていましたので、浴びせは使ってないですね。そして藤原組になってからも浴びせは使ってないです。パンクラスになってからですね、一度だけその浴びせを使ったことがあります。フランク・シャムロック戦との2戦目だったと思うんですけども、次期タイトルマッチ挑戦者決定試合かなんかですけど、ランキング戦だったと思うんですけども、その時にこう、今日はちょっと自由にですね、こう自由にこう動いてみたいなという気持ちで、なんとなくですけども、プロレスのですね、空気というか、それがこう自分の体にこう蘇ってきたというか、そこで浴びせ蹴り出したんですけども、もう普通にかわされて空振りしてましたね。それ以降ですね、封印したままでなんですけども、
そしていつその浴びせ切りがまた復活したかというとですね、2009年8月の30日、全日本プロレス、自分がその武藤さんにですね呼ばれて、全日本プロレスで試合した時ですね、両国国技館で、何年ぶりですかね、そのフランク・シャムロック戦ぶりなんで、10年以上ぶりですかね。で、久しぶりにその浴びせを出すことなんですけど、なんで出したかというとですね、武藤さんが、試合の前ですね、だいぶ前ですよね、1週間ぐらい前だったと思うんですけども、合宿所で、船ちゃん、なんかさ、シャイニングみたいのないかなって言うんですね。いろいろこう、武藤さんなりにこう自分のプロデュースというか、プロレス復帰のためにこう考えててくれたみたいで、なんかシャイニングみたいなのないかな、なんかさこうシャイニングみたいに膝に乗って浴びせみたいなやつないかなって、こういきなりそういうふうにこう言われたんですけども、シャイニングの形で膝に乗って一回転して浴びせ、これできるかな。一応ですね、若手を相手に全日本プロレスの道場で試そうと思ったんですけども、やっぱりあそこで膝の上ですね、この至近距離で膝の上でに乗っかって回転は無理だし、せめてその形に向かって浴びせぐらいかなって、そういうですね形で収まりました。そこで一応両国の試合でも出したと思うんですけども、やっぱりその即席はダメですね。本当になんか何回も何回もこう蹴り込まないと本物になりませんので、やっぱりそのパッとそのシャイニングみたいな浴びせでこう作ったものはやっぱり1週間だと無理ですね。でいろいろこう改良を重ねて、背の高い選手や低い選手にこう時にはこう走って、時にはロープに飛ばして、時に自分からロープに飛んで、徐々にですねこう改良していって、でもジャンプ、高い選手にやってる時はジャンプをしなければいけない、でこういろいろなこう選手とやることによって今の浴びせですねの形になったというのが、今の自分が使ってる浴びせですね。そんな感じになりました。以上です。今回はキック蹴りについてお話ししてみました。ご視聴ありがとうございます。